僕これ昔のトレーナーに言われたんですけど、腕ってどこからが腕だと思います？やっぱここってみんな言うじゃないですか、はい、そうじゃなくてこの鎖骨、ここもあと肩甲骨もここももう腕なんです、でその鎖骨から肩甲骨も腕だと思ってこうまっすぐ伸ばす、ここじゃなくてここからこう上に持ってくる感じで伸ばします。この姿勢結構気持ちいいかな。っていうかまあ肩のストレッチですか、肩と全体の伸びっていうか背伸びなんか入れてもいいと思うし、この時点で結構非日常だと思うんですよ、僕の中では。思い出せます、両手を肩より上にガッと上げて、吊り革、電車の吊り革とかなんか上のものを棚取るとか、でもそれも多分利き手でやるじゃないですか。そうなるとこっちは多分下がってるし、そうです、ね、両手がこうなる状態って多分あんまりなくて、でもそこをこういうふうになんか伸ばすとすごい肩周りとか、まあ、肩こりの人とかにとってすごいいいと思うし、10秒から15秒ぐらいをやって呼吸もしっかりして吸収しながらやって、一回脱力して、で脱力したらもう3回ですか。とにかく伝えたいのはその肩より上に両手上げたのはいつですかっていうことです。最後に手を肩の上に置いてこうゆっくり回す。でこっち周りもあるし、でもこれは動画にならないのか、こうやってやってるわかんないですね。そうですね、このままで。何それ、これをこう肩を回すっていう豆のストレッチを。そうです、肩っす。でもちろんこの反対回り、これ後ろ回り、前回りと後ろ、ちゃんとこの鎖骨のこの一番ここと肩甲骨からしっかり回す。肩だけでこう回すんじゃなくてここも大きく回す。10回ぐらい回したら逆回りします。気持ちいいな。そう、同じ肩なんですけど、よりこうちょっと今はここと、ここでやってるので負荷がどうしてもかかってない状態なんですけど、今度は地面を使って負荷をつけます。多分家の絨毯とか床だと多分膝つけたら痛いから、何でもいいと思うんですけど、ちょっと自分の前に手を置いて、なんて言ったらいいんだろう、ここを伸ばす、体を地面に押し込む感じ。伸ばすポイントは、これも呼吸しながら。でそうするとさっきと違うのは地面があるんで、さっきの反動、なんていうんですかね、負荷がかかるんですよ、ここに。どうしても上に上げてるだけじゃなくて、それがすごい非日常の多分肩の動きになるんで、多分最初やると肘が曲がったりすると思うんですけど、それは最初良くて、だんだんやっていくうちにこうまっすぐ、毎日やっていくうちに肘もまっすぐになって、ここもまっすぐになっていくと、最初多分みんな凝ってるからこんな感じになって、いてってなると思うんですけど、それは楽な姿勢でやっていただいたらいいと思います。これも10秒から15秒ぐらいをゆっくり呼吸しながらキープして、はい、で、一回上がって休んでもらって、
呼吸を整えてからもう一度。